はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、スームルームさんの新ブランド D レストからまたまたですね、キャンプで使える新しいギアの方が発売になりましたので、皆さんと一緒にですね、開封しながら見ていきたいなと思っております。ではね、早速なんですけれども、ギアをね出していく前に、皆さんキャンプでコーヒーは飲みますでしょうか？はい、私もですね、キャンプで飲むコーヒー本当に大好きでして、私のねキャンプ動画見ていただいている視聴者様はねご存知でいらっしゃると思うんですけども、もう本当にね、キャンプで飲むコーヒーってなんであんなに美味しいんでしょうっていうぐらいね、まあ普段からも飲むんですけども、キャンプで飲むコーヒーって美味しいですよね。そんなですね、コーヒーライフに使える新しいギアというのが発売されましたので、今日はねじっくりと見ていきたいなと思います。ではね、早速本日ご紹介するギアですが、こちらです。まだね、届きたてほやほやでね、未開封の状態なので、早速ね開けていこうと思います。結構でかくないと思う方もいらっしゃると思うんですけども、結構ね大掛かりなというかですね、いろいろとね楽しく使えそうなギアになってますんでね、私も楽しみです。では早速ね中身出していきます。いきますよ。お、ケースに入ってますよ。いきますよ。じゃん。こちらね、最近おなじみのこの D レストさんのロゴが入ったですね、結構ねしっかりしたちゃんとしたねケースがついてます。持ち手もついていてですね、これをですね先日ご紹介したですね、ちょうどここにケースがあるんですけど、この中とかにねこう入れておいたりとかしてもねいいかもしれないですね。ではね、早速中身ね、このケースの方から出していこうと思うんですけども、まずねファスナーの方がこちらね、ダブルファスナーになっております。では中身開けていきます。じゃん。今回こちらがですね、ハンドメイドコーヒースタンドということで、あ、風合いめちゃくちゃいいですね。こちらがですね、卓上のねコーヒーラックになっております。ついにねこんなものまでですね出してきたかという、ちょっとね驚きではあるんですけれども、これですね形としては先日ねご紹介したカーベイビーさんの卓上ラックにですね割とね近しい形、この構造なんかは基本的にね同じかなと思うんですけども、このようにですね広げて、よいしょ、このねロックをかけるというところはね、ここまではね一緒です。で、大きな違いがあるのがこのねコーヒーラック2段になってます。そしてこの上の天板のところにですね、ここにね穴が開いているというのが大きな特徴です。もう皆さんどういう風に使うかね、コーヒー好きの方お分かりかなと思うんですけれども、ここにドリップドリッパーを置いてですね、この下にねお好みのまあシェラカップとかでもいいと思うんですけど、こういったもの、あとねマグカップとかでもいいと思うんですけど、こういったものを置いてコーヒーをドリップして使うというですねギアになっております。そしてなんかねこの木の質感がとても良くてですね、もちろん木を使ってるので、そのね個体ごとにですね、この木の風合いっていうのは違うと思うんですけども、オーク材を使っていて、さらにね、これオイルフィニッシュをしているので、非常にこの手触りなんかも滑らかになってます。あと、それぞれですね、こういった角とか、ちょっとね、映像だと伝わりにくいかもしれないんですけど、この角、こういった角もですね、しっかりと、ヤスリ掛けというか、角を取ってあってですね、手触りがすごくね、滑らかなんですよ。その辺がですね、ちょっと先日ご紹介したね卓上ラックはもう本当にカクカクカクって感じだったんですけど、こちらは一つ一つですねこういった角のね面を取るとかっていうところでですね、非常に手が込んでいる作りになってるかなという第一印象です。で、さらにですね、ここのコーヒードリッパーの穴以外にこの4箇所ですね、この穴が開いてます。下にもね開いてるんですけど、この穴はですね本当にいろんな使い方ができると思うんですが、例えばこういったねシェラカップなんかをこうやってかけておく、こちらのね後ろにこうやってかけておくとかですね、4箇所ねかけることができますので、こんな感じでねかけておいて本当に、ね、ラックとして使うこともできると思います。
その他にですね、普段使っていないね、先日のねラックとかと同じような使い方になりますけども、こういったマグカップ使ってないものをこうやって置いておいて、いざ使う時にですね、ここの下ドリップの下のところにマグカップを置いてですね、コーヒーをドリップする。さらにもっと言ってしまえば、ここにですねケトルを置いておいたりとか、あとは私はですねキャンプの時は使ってないんですけども、コーヒーのねミルとかそういったものをねここら辺に置いておいて、コーヒーをですねいつでも楽しめる状態にセッティングをしておくなんていうね使い方もできるんじゃないかなと思います。例えばねこういったものとか、あとはねこういうコーヒー豆とかね、こういったものをこんな感じでね置いておいて、いざねコーヒーを入れようとなった時にですね、私も実はねこれ買って全然使ってなかったんですけども、ハリオさんというかゼブランというですね、このアウトドア系のですねブランドのですね V90 でしたっけ ?V60 でしたっけ、ちょっと違ってたらすいません。のコーヒードリッパー、これね、買ってあったんですけど、これシリコン製でね、折りたためてすごくコンパクトに持ち運べるんですけど、なんかね、あんまり使う機会がなかったんですけど、やっとね、使う機会がこれで訪れました。こういう感じでですね、こういうタイプのコーヒードリッパーですね。これはシリコン製ですけど、プラスチック製だったりとか、あとはね、陶器製のこういったね、ドリッパー、いろんなものがあると思いますので、お好みのドリッパーをここにセッティングしてですね、豆を入れて、コーヒーをドリップして楽しむと。そんな感じのね、すごく優雅に使えるキャンプギアなんじゃないかなと思っております。こちらのね、あと素材の方の説明ね、この木はオーク材ということでさっきね、お話ししたんですけども、こちらのサイドのね、鉄のパーツに関しては、これはね、ステンレス製になってます。重さが約ね、1.72kg ということで、非常にね、重厚感あふれるギアになってるのと、あとはですね、テーブルとかね、何かの上に乗せて使うことはね、多くなると思うんですけれども、そういった時にもですね、滑りにくくなるように、この下にですね、しっかりとこの滑り止めついてますので、こういったですね、テーブルの上に置いた時にも、こう滑りにくい仕様になってます。サイズ感のね、お話ししておきますと、サイズ感の方が横幅がですね、だいたいこの天板部分で29センチぐらいですね。全体のこのね、パーツまでの長さでいくと約 32.5 センチ。奥行きの方がこの天板で約17センチぐらいですね。そして全体でいくと、まあ 17.5 センチぐらいかな。というですね、この奥行き感になってます。そしてね、高さの方が約19.5 センチぐらいですかね。で、こちらの1段目と2段目の間の高さが約ね15センチちょっとぐらいのね、この幅、高さになってます。コーヒーをね、ドリップする以外にも、先日ご紹介した卓上ラックと同じようにですね、何かをちょっとしたものね、置いておく棚として使うもよしですね。こちらに関してはね、ここの穴が開いているので、先ほどみたいにね、シラカップをこうやってかけておくなんていうね、使い方もできると思います。普段使ってるテーブルのですね、横に置いておいて、普段はラック。そしてコーヒーをね、朝とか飲むタイミングは皆さん人それぞれだと思うんですけども、コーヒー飲みたいなって思った時には、コーヒーのね、このドリッパーに早変わりということでですね、いろいろな用途にね、使っていただける卓上ラック、コーヒーラックになってるんじゃないかなと思います。ではね、せっかくなので今日ね、コーヒーの方をこちらでね、入れていこうと思います。こちらにコーヒーのね豆の方が入っておりますので、こちらからですね、この初めて使うですねドリッパーの方にコーヒーの豆を入れまして、ちょっとね濃いめが好きなので、濃いめに多めにね豆の方は入れます。で、このね使ったこういったケースもね、こういったところにね置いておけるのがいいですよね。で、今日はね、私はね、そこまで正直ね、細かくコーヒーは入れていないので、本当はね、入れた方がもっと美味しいコーヒー飲めるんだと思うんですけども、メジャーっていうんですか、時間とか水の量とか測れるメジャーみたいなものをね、ここの下に置いて、さらにここにね、マグカップとかをね、置いてやってね、よりこだわってね、コーヒーを入れる方なんかにもこのね、高さはちょうどいいんじゃないかなと思います。そしてね、お湯の方もね、すでに沸かしてありますので、こちらにお湯を入れてですね、ドリップをね、していこうと思います。これちなみにね、前に動画でご紹介したダイソーさんのやつです。ではね、すでに沸かしてあるお湯の方をこちらに移しまして、でね、ドリップの方をやっていきましょう。まずね、ちょっとね、蒸らします。
あーいい香りしますね。はい、普段ねこれねキャンプ中であればね隣とかにゴミ箱があると思うので、このね使ったこのフィルターコーヒーのカスに関してはポイとね捨てられると思うんですけども、今日はねこの後ろにかけてあったねシェラカップの方にこのコーヒーのですねフィルターの方は一時的にね避難させておこうと思います。よいしょ。こんな感じでですねコーヒーの方が入りました。せっかくなのでねこちらいただきたいと思います。皆さんお疲れ様です。あ、なんかね最近私ね前にこれも動画でご紹介した話脱線しちゃうんですけども、エアロプレスばっかりでねコーヒーを入れてたので、久しぶりにねこのドリップしたコーヒーを飲んでるんですけども、やっぱりですね違いますね。どっちがいい悪いとかじゃなくてですね、それぞれ個性がある感じでですね、豆はね基本的に同じ豆を使ってるんですけども、こう香りの立ち方とかですね苦味の出方とかでね、そういったところがですねやっぱりこのね普通にねドリップするのもいいなと思いました。うん、あ美味しい。ということでですね、本日はまさかねこのコーヒーにまつわるギアをですねこのメーカーさんがね出してくるとは正直思ってなかったところは個人的にはあったんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。結構これ驚きのギアじゃないですか。コーヒー好きの方、もちろんねコーヒー飲まない方でもここのね穴がそんなに大きくないです。ここの直径がね約 4.5 センチこの一番大きいところでになりますので、そんなに例えばこんぐらいのものをね上に置いたりとか、それこそちょっとねゴミ入っちゃってますけどシェラカップをね置いたとしても特に影響のないぐらいの大きさになってますので、普通の棚としても使っていただけるサイズ感、3段もいらないよっていう方、それにねいろんなものここにかけられるっていうのは結構便利だと思いますので、2段で十分だし、もしかしたらコーヒーでも使いたいよなんていう方はですね、先日ご紹介した3段タイプよりもこちらの2段タイプでですね他の用途にも使える、コーヒードリップにも使えるこの2段式結構ね使えるんじゃないかなと思います。ではね最後にねお値段の方のご紹介していこうと思うんですけれども、これだけですね非常に手間これかかってると思います。ただね切ってつけただけじゃないので、穴開けてね面取りしてなんていう風に非常にこだわって作ってるのが分かる仕様になってるんですけども、これお値段5970円です。決してねお安い値段ではないかなと思うんですけれども、これだけねしっかりとした作りでですね使い勝手もいいということであればですね、ただの棚だけじゃなくてねコーヒーもドリップできて物もかけられるということでですね、普通の棚をよりアップデートしてですね作ってきてくれたこのディーレストさんの新作卓上コーヒーラック、詳細チェックしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。